フォトキナのロゴマークフォートキナ2008の南の入場口フォートキナとはドイツのケルンにあるケルンメッセで2年に一度の9月に開催されていたカメラ、写真機材をはじめとした映像関連総合見本紙である。世界各国のメーカーが参加するフォトキナは各社の技術をアピールする格好の舞台であり、毎回多くの新製品やコンセプトモデルが発表される。 向こう2年間の機材開発の方向性を占うという意味で一般のバイヤーの他開発担当者からも注目を浴びる。日本からも多数の出展者、訪問者がいる。日本の CP プラスやアメリカのフォトマーケティングアソシエーション、トレードショーと並ぶ世界最大規模の写真用品の展示会で戦後の東西冷戦時代においても当時の東ドイツやソ連など 自国のカメラやレンズのアピールの場として、共産権諸国からも多く出展された。写真機材については、デジタル化の普及により、2000年頃より展示内容の幅が広がる傾向にあった。1950年に最初のフォトキナが開催された。1956年のフォトキナには、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が祝電を送った。 ホトクイナレポート2008アーカイブド2010年2月26日アットザウェイバックマシンホトクイナレポート2010ニュースホトクイナコエルメスインフォ2012年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年2月16日閲覧ホトクイナレポート2012ホトクイナで2015年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ 2013年2月16日閲覧。フォトクイナ2014、ファイナルレポート、コエルメス、http://www.photokina.com、ok、スラッシュメディアスラッシュ en スラッシュ photokina、ok、スラッシュダウンローズ 32pdf37 プレッセージ シュラスブリクト PDF2014 年9月24日閲覧。ホトキナ2019の開催中止が決定。デジカメウォッチ2020年12月6日閲覧。ホトキナ2020の開催中止が決定。デジカメウォッチ2020年12月6日閲覧。ケルンメッセホトキナの主催を当面中止。事実上の終了宣言に。デジカメウォッチ。 2020年12月6日閲覧。ウィキメディアコモンズには、ホットキナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。